さあこの状況からどうでしょうか。さあそしてスタートは最初争い、王手をかけている川本浩一がスタート。ダンスプラボテック王位セットがスタート。さあ川本は2年連続のタイトルへリーチという体制まで持ってきました。この第7戦出場クラブと、さあ山瀬が勝ってくるけど、これは近いところ。さあアイロンギリギリを攻め込んできました。山のゴールテックアタイムが1分42秒361は2番手、1分42秒361は松本凛からは100分の6秒遅れ。さあ山の鉄製も42秒台前半へ持ってきた。さああとは川本がどんなタイムを出していくのか。30分もさあ中間タイム47秒63、中間タイムは47秒63、松本凛からはコンマ2秒遅れ。さあ山の鉄平をコンマ3秒上回るタイム、連発は中間クリアをしていきました。さあ山の鉄平がモビリティ上とホームコースから、この川本も特に上の川地元のドライバーであります。さあお互いに1つライドがぶつかり合うこの PL2。 さあそしてスタートは PL3、34番、馬掛選手がスタートを引いているアルファ、単独ダンサーがスタートをしてきました。さあ、そしてターンセクション、さあ、これも綺麗に回ってくるカーブと、さあ、リアタイヤ、しっかりドラフションを乗せて、さあ、タイムはどうでしょうか、今、ゴールセッター、タイムが1分42秒。563は3番手1分42秒、563川本は3番手。